こんにちは、タエです。皆さんは心の痛みと体の痛み、どちらが辛いと考えますか？私は体の痛みの方が辛いと考えます。なぜなら、悲しかったり辛かったり、心を痛めることがあっても、少しずつ記憶が薄れていき、時間の経過とともに何ともなくなることもあるかと思います。しかし、痛覚を刺激する体の痛みは、病気であれば時間の経過とともに治るものではなく、さらにひどくなりえます。そうなると、薬を飲んで対症療法ということになるかと思いますが、今回紹介する誘導瞑想は、体を大切に扱う瞑想をすることで、自分の体や病気があなたにどんなメッセージを伝えているかを知り、そこから教訓を学び、症状を軽減する方法を学ぶものです。今回私はワンダーウォールさんの動画内でおっしゃっていた、現在の科学者によって証明されている内容、心と体は切り離すことができませんというところが私に強く響きました。一般的に認知されている瞑想では、心に焦点を置いていると思いますが、なぜ体に焦点を当てる瞑想が少ないんだろうと思いました。シリウスの天使からの瞑想シリーズは、体に焦点を当てるものが多く、心と体は切り離せないのであれば、心も体も同じように癒してあげるワークこそが大切なのではないかと感じ、このように配信させていただきました。ということで、今回はワンダーウォールさんの衝撃、シリウスの天使たちからのメッセージ、瞑想の仕方とその意味についてお伝えします、ステップ8の回から一部抜粋した誘導瞑想です。ワンダーウォールさん、今回も許可をいただきましてありがとうございます。今回も必要としていただける方がいらっしゃれば、皆さんにもご活用いただければ幸いです。今回のステップ8は、あなたの体を神殿として扱う瞑想です。では、もう少しより効果的な瞑想になるように、瞑想前の説明の一部も抜粋してお伝えします。瞑想も大切ですが、まず日頃から定期的に運動をして、自然で栄養のある食事をありがたいと感謝しておいしく食べ、心を込めてゆっくり味わってください。そして、自分の体に合ったものを知り、再生のために必要なものを食べましょう。さらに、食物不耐症とは何かを学びましょう。あなたの体の声を聞けば、やがて多くの病気が消えるでしょう。ウイルスは幸せで健康な免疫システムの中では増殖しません。あなたの体はいわゆる善玉菌やウイルスでいっぱいです。あなたの体が病気になるのは、これらが制御不能になった時だけです。体と戦うのではなく、体と一緒に働きましょう。自分の体が何を求めているのかを自分の体に聞いてみましょう。あなたの体の各部分がどのようになっているか、そのためには何か必要なことはないかと体に聞いてみましょう。内側に入り、瞑想して、自分の体がどう感じているかを聞いてみましょう。あなたの足、手、背骨、心臓、肝臓などに聞いてみてください。あなたの体に耳を傾ければ、それが何を必要としているかを教えてくれるでしょう。ただ、この黙想を始めたばかりの時には、あなたの体から明確なメッセージを得ることができないかもしれませんが、練習することで、あなたの体と明確なコミュニケーションを持つことができるようになります。では、今から誘導瞑想を始めますが、あなたの体を神殿として扱うことを意識して行ってください。始める前に、肩を回すなどしてから全身の力を抜いてください。では、まず3回大きな深呼吸をしましょう。
穏やかに呼吸して緊張を吐き出します。自分自身にリラックスしてと言いましょう。体の筋肉をリラックスさせてください。深呼吸をしたら自分だけの神聖な場所に行きましょう。それは自然の中の美しい場所、山、ビーチ、草原、雪原、洞窟、あるいは自分の家の一室かもしれません。あなたが幸せで安全で安心できる場所であることを確認してください。では、宇宙から青い癒しの光が降りてきて、頭のクラウンチャクラが開くところを想像してみてください。この光が頭皮のすべての筋肉をリラックスさせ、洗浄しているところを想像してみてください。光を頭の後ろから首まで下げて、首の筋肉をリラックスさせます。光が顔の中に、目の後ろに、耳の中に、頬の中へ届きます。顎の力を抜いてください。肩、腕、手、指に届く光を想像してみてください。胸の前に光を当てて、呼吸をさらにリラックスさせ、腹部へと導きます。光が背骨の後ろを通って、脊椎の一つ一つから腰と臀部に入るところを想像してみてください。光が足に降りてきて、足と足の指に入り、リラックスさせ、洗浄しているところを想像してみてください。すっかりリラックスできましたね。では自分の体の中に入ることができる、とてもとても小さな人間になることを想像してみてください。あなたの体の中で最も癒しを必要としている部分に入り、それが癒されるために必要なものは何かをその部分に尋ねてください。答えが出たら、再び青い癒しの光で満たしてください。あなたがメッセージを聞いたことと、どれだけ感謝し、愛しているかをその部分に伝えてください。他にも癒しを必要としている部分があれば、このプロセスを繰り返します。では同じように、とてもとても小さな人間になって、体の中で次に癒しを必要としている部分に入り、それが癒されるために必要なものは何かをその部分に尋ねてください。終わったら、頭からつま先まで体の各部分に、あなたがどれだけ感謝し、愛しているかを伝えてください。あなたの体があなたに伝えているメッセージを常に聞くことを約束し、あなたの最高の教師であることに常に感謝します。終わったら、青い癒しの光に完全に浸り、しばらくの間リラックスしてください。
完全に浄化されたと感じたら、目を開けて完全に目覚めた意識に戻り、足から地球へと魂の根を張ってください。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。地球としっかりつながっている自分を意識できましたでしょうか。私もこれからは自然豊かな場所に出かけたり、木に抱きついたり、裸足で地球の上を歩いたりといったアーシングをして、体が喜ぶものを食べ、適度に運動して、体と心を癒していきたいと思います。そしてこの誘導瞑想シリーズが皆さんの瞑想にお役に立てると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。